夜からスタートですね。はいはいはい。ということで。いや、今日はね、今日こそは引っ越ししたい。今日こそはマジで引っ越ししたいな。で、このアークの目標みたいなのが定まってなくて、とりあえずやってたんだけど、なんかアークってラスボスが存在するらしいんだよね。だからラスボスを倒すところまでかな。ラスボス倒すところまではやる。ラスボス倒したら、まあクリアみたいな感じでいくか。その後はどうするかちょっとわかりません。けど、一旦そこまではやりたいね。まあアーク初心者、脱初心者ということを目指してやりましょう。で、今ちょっと暗いなぁ。ちょ暗いうち何もしたくないなぁ、あんまり。これマジででかくない？やばいでしょ、これ。これさ、かまど増やすまで歩くない？あ、おいおい、待て、取り行くぞ。白ってさ、なんかレベルめっちゃ低いんじゃなかったっけ？これさ、え？なんかめちゃめちゃいろんな色に光ってない？これ。あ、これ取れないかも。まだ無理かも。あ、いけたわ。全然大したことなかった。これ、一番レベル低いやつだ。なんだよ。おい。勘弁してよ。これ何？これ欲しい。まだ無理。まだもらえないやつか。今日はね、引っ越し先の選定と、まあ、ちょっと事前にいろいろ調べてきたから、引っ越し先の選定をしつつ、まあ、ちょっと戦闘に使えそうな恐竜テイムしたりとか、まあ、あとできれば引っ越し終わらせてしまいたい。で、銃を作りたいんですよ。これ銃はこっちじゃないな、さては。銃はね、こっちっぽいから、家の中で焼き物するのもどうかと思いますが、家で焼きます。この、ドラベッドさ。いや、暮らしてないだろ、ここで。絶対、ここで寝るんだって、ここで寝ないよな、多分。いや、マジで、これ楽しみになって。いや、楽しくなってきたなー、これ。楽しくなってきたよ。おい、金属のインゴット73あるぜ。これやばいでしょ。はい、武器作ります。何にしよっかな。いや、まあリボルバーでしょ。一旦行くべきは。よし。あと弾だね。これでもさ、持てないんじゃないかな。持てるんかな。あ、弾薬か。弾薬。これ火薬いるじゃん。火薬って誰作るんだ。火薬は多分ここか。発火コーナー。火打ち石と石。はあ、なるほど。なるほどですね。ほい、焼き鳥。行くぞ。ついてこい。なにこの色。なんか気持ち悪い。気持ち悪いのいる。ちょっと、殺してみていいかな。なんか違うの出すかな。普通だな。普通だったわ。ごめん。これ、レベル上がった。で、次がチェインボーラー。あ、生物に近づけることで捕まえることができる。投げると捕まえた生物を外に出せる。モンスターボール来た。銃作ったらちょっと遠征しに行きます。ちょっとね、引っ越したい場所が一箇所あって、そこにちょっと行ってみようかなと。いや、できてる。そしてこれをここに入れることによって、あ、火薬めっちゃ使うんだね。おお、ちょっと試し撃ちして。わっ、かっこよ。なんこれ、めっちゃかっこいいじゃん。おい、誰撃つ。おい、誰撃つよ。亀いなくね。亀いないんだよな。いや、やるしかないでしょ。めっちゃ反射して見づら、これ。銃。大丈夫か。あ、ちょっと待って、こいつが強すぎ。銃っていうよりこいつが強すぎ、多分。違う。違うんだよ。お前が強すぎんのよ。43ダメ出てんのよ。あれ、これあんま強くない、もしかして。あれ、銃あんま強くない。あ、まだこれ検証必要ですね。待って、まあ、ボウガンより強かったら使う価値あんのよ。試しに、もう多分あっちにトリケラいるっしょ。トリケラで検証してみなきゃわからん。は？おい、銃強くないって。あー、いや、待って。
あーなんかね、多分だけど連射性で言えば確かに銃の方があれだけど、威力はボウガンの方が強えな。あーそうなっちゃうっすか。なるほどね、そうなっちゃうっすかね。マジか。あーなんかいろいろ話変わってくるな。今んとこボウガンの方が強いんだけど、じゃあライフルもちょっと検証必要ですね。これはライフルの検証も必要になってきますよ。これいよいよこうなってくるとコストに見合うだけの意味があるのかみたいな。まあライフル一旦作って、でライフルの弾作ってみて、でまあコストに見合うだけの価値があるのか果たして。だってこんなさ大変なのや作るの。トリケラ、トリケラ、おいトリケラ倒すぞトリケラ。あいたいたいた。おいこれで弱かったら話なんないって。おついよ。ただまあ装填速度が終わってるな、まあ、装填速度はだいぶ終わってる。一発はめっちゃ強いけど、これだったらボウガンでいいわ。よしでこれだったらボウガンでいい。このコスパ的にあんまりだな。ボウガン最強説か。なんかライフルの弾をめちゃめちゃ打ち込む系の武器が出てきたら強いかもしれない。ただクロスボウが強すぎるな、コスパ面も含めて。まあ検証終わりましたわ。まあ結論あん、まあ銃で使うことはないですね今のところ。今のところね、ちょっとまあ見出せないです。強さ見出せてない。いや参ったな、いまいちだったな。これさトウモロコシうまいん？え？いやめちゃめちゃ回復するじゃん。水分量も回復するじゃんこれ。すごっ。めちゃめちゃいいじゃん。よし、ゴー。ちょっとね、引っ越し先の候補地として、あそこのなんか光ってる塔あるじゃん。あそこのなんかふもとぐらいがなんかいいらしいから、そこちょっと見に行こうかなと。内見しに行こうかなと。いいでしょ、内見行きます今日は。そっから先って行ったこと、いやあるよね。あとさ、今ある拠点の東側もちょっと行ってみたいんですよね。いやもう、なかなか怖いもんなしよ、もう。言うて。これ、あれがさ、めちゃめちゃでかいだけで距離感バグってんのかな。なんか一応さ、あの辺ティラノ出るらしいんだよね。大型のやつもいるから気をつけた方がいいよ、みたいな。ただいろんなとこにアクセスはしやすい、みたいな感じだったから、ちょっと気になってるんですよね。今左下でさ一生懸命なんか攻撃してるじゃん、あのなんか背びれ生えてる恐竜。あいつめっちゃ強いらしいよ。あいつクソ強いらしい。なんか戦ってる。え、なんか負けてない？負けそうになってない？なんかあいつに、あいつのなんかほらなんか負けかけてない？これ、あ負けた負けてんで。おいおい負けてるって。これチャンス、玉露行くか。こいつクソ強かったらどうしよう。お、いけた。あっさりですね。いけました。でもなんかさ、あー死体消えちゃった。え、こいつここの死体も消えたし。あー取りたかったのに死体。え、なにこれ、なんか手に入れた。なんだこれ、こういうのがあるんだ。そいつ落ちてるってこと。いやー玉ったけど素材得られんかった。なんかいいの出るかと思ったのにダメだったな。え、すごっ。え、すごっ。何ここ、すごっ。すげえ新天地って感じ。かっこよ、何ここ。ちょっと行ってみよう。かっこいい。何これ、下になんかおるし。何これ、すごい。うん、ドラゴンポータルハードを生成する。何これ、何ここ。区物テイムゼミ生物をアップロード。へえ、何これ、すげえ。なんかよくわからんけどすごいな。なんかよくわからんけどすげえな。でもなんかね、俺ちょろっと調べたらこの辺に作れみたいなこと書いてあったんだよな。本当にここのこと言ってんのかな。
なんか雪山となんかの境界ぐらいに作ると良いみたいなこと書かれてたんだけど、ここじゃなかったもしかして、勘違いした。でもこの辺のことじゃないかな多分だけど、こっちの端っこなんかバグってすごいことになってる。あっち側にでっかいプテラノドンいるんだけど。バグっとる。